はい、皆さんおはようございます。さあ、今回はですね、私が今持ってるアクションカメラね、まあ、せっかく、このソニーのね、アクションカメラ2台ありますんで、マルチカメラね、試してみようかなと思います。で、もうすでに、全部の設定終わってまして、この2台をね、この1台のリモコンで、まあ、同時にコントロールできるように今なってます。見えるかな？こうね、画角が、これで変えられますよね。はい。で、同時に録画の開始と、まあ、停止だったり、まあ、画角の確認もリモコン側でできるという今設定にしてあります。で、この設定自体は非常に、慣れてしまえば簡単で、まあ、この本体のね、Wi-Fi の設定のところにマルチの設定があるので、そのマルチモードにして、で、その後リモコン立ち上げて、で、こっち側をマルチにしてあげれば、まあ、基本的には認識するということですね。まあ、それぞれ、なんか登録作業みたいなのは最初あるんですけど、まあ、一回登録してしまえば、まあ、その後引き続き使うことはできるという感じですね。で、現状これができるのはですね、もう GoPro しかないかなっていう感じですよね。GoPro のザ・リモートっていうリモコンありますけれども、あれでも一応5台までって書いてあったかな。はい。同時コントロールは、まあ、できるということのようですね。まあ、ただ、GoPro の場合はね、ソニーのこのリモコンと違って、画角の確認はできないので、まあ、そういった意味では、まあ、ソニーのね、このアクションカムっていうのは、非常によくできてるな、ということですね。なんで、もうリモコンありきっていう、まあ、機種のような気がしますね。で、こういったマルチカメラね、で、使うこともできるってことが、もうすでにね、この、何年前？ 6 年以上前だと思うんですけど、この時点でもできるようになってるってことなので、もう非常に完成された機種であるということは間違いないですよね。ってことで、まあ、せっかくなので、普段のね、車内の位置の撮影と、もう一箇所ね、少し、外をね、映せるような画角の位置にカメラを置いてみて、マルチカメラでっていう感じでやっていこうかなと思います。試し撮りですね。さあ、ということで走り出しましたけれども、今ね、通常の画角の、ま、位置のカメラと、あと今、そのカメラに入ってると思いますけど、今、この前にね、ダッシュボードのちょうど真ん中のところに、くっつけてありますけれども、マルチカメラで撮影をしております。で、非常にやっぱり、使い勝手がよく考えられてますよね。電源のオンオフももちろん連動はするし、で、録画の開始停止も、きっちりね、このリモコン側から、ね、開始ボタンを押せば両方とも開始するし、押せば、もう一回押せばね、どっちも停止するしというところで、完全に、同時録画ができるということですね。で、まあ、ちょっと見えてるかもしれないですけど、このソニーのね、アクションカムの場合は、まあ、給電しながらの撮影ができるので、両方ともね、今、USB に挿して、給電しながらの撮影になっております。こういったことが手軽にできてしまうっていうのがやっぱすごいところですよね。音声としてはどうなのかな？おそらく、こっちの前の方のカメラの音声を使うことになるんじゃないかなとは思うんですけどね。多分私のこの、向きからすると、前のカメラの方が、声としてはね、いい音で拾ってるんじゃないかと思うんで、多分そっちを使うことになるんじゃないかと思いますけど、まあ映像の同期自体はね、編集ソフトの方で、まあ音声の方で同期させれば、映像自体はぴったり来るはずなんで、問題ないかと思いますけどね、編集上で同期はできると思うんで。ただまあその厳密な動機っていうところではちょっとないとは思うんで、微妙にずれてくることはあるかもしれないですけどね。特に長時間回した場合は、おそらく微妙に多分ずれてくるんじゃないかなとは思うんですけど、これ勝手な想像なんですけどね。タイムコードとかで同期してるわけでもないので、まあ、編集上でどういう処理がされるかによるかとは思うんですけど、まあ、今回はね、こういう、まあ、いつも通りの車内の
定点位置と、まあ、こういう外をメインとした定点位置って形の撮り方ですけど、別にね、このカメラ自体を外に設置してもいいわけですし、まあ、そういった形で同時にねコントロールできるというのは非常に、これはあれですよね、普通のあのミラーレスとかではなかなかねできない芸当かもしれないですよね。まあ、ちなみに今回はですね、片方はねフレッチ D までしか撮れないし、もう片方はね、以前も動画出してますけど 4K で撮れるモデルなんですけど、まあ、一応全てをね合わせ込むって意味で、どちらもフレッチ D の 60P で今撮ってます。でメモリーカードのマイクロ SD ね、これの容量も全く同じにしてあるので同じ時間だけ撮れるという形ですね。この使い方は面白いかもしれないな。まあ、最近あんまり行ってないですけど、国道とかね、酷な道ね、まあいったところ行くときにですね、このいつもの車内側の位置にねセットしていくだけだとちょっと映像としてなんか面白みに欠けるなっていう部分はあったりして、なんで危ねえな、なんでまあこう前の位置にねセットしたりってのも一時期試してた時もあったんですけど、2台あればね、でしかもこう同時録画ができるってなると両方ともやっちゃえばいいんじゃねえのっていうね感じにもなってきます。これがもうねなんかデフォルトにしちゃってもいいんじゃねえかみたいなね感じにもなってきますよね。今みたいなねこんな普通の道をね走ってる分にはこっちの前の方のこのカメラはいらないかもしれないですけどね。これからあれですよね、紅葉のシーズンがまた来ますんで、もう始まってますけどね、そういう時はこっちの映像もねあった方が映像的にはなんか楽しくなりそうな気がするんで、ちょっと今回試してるんですけどね。どうしたらいいのかな。おそらくですよ、今の時点ではこっちの前のねこっちのカメラの映像をメインにしてワイプみたいな形でこっちの車内のこっちのカメラの映像を出すみたいな形に多分してるんじゃないかなという気がしてますね。今のところ今はそういう感じにしようかなと思って撮影してるんですけどね。すごいよな、こんなことができちゃうんだもんな。まあこのセットね、リモコンあってのこのシステムになっちゃいますけど、まあ、当然ですけどね。すごいよな、こういうことがもうできるようになってるっていうのがすごいよな。ね、別にそんな最新のカメラじゃないですからね、これね。それなのにこういうことができるようになってるっていうのはもうやっぱもう完成されてるんですよね、これね。本当完成されてたんだと思いますわ。だから後継機が出ないんだと思うんですよね。まあ残念ながらちょっと生産終了になっちゃいましたけど。ある種完成形だったってことですよね。同じ形での後継機っていうのはやっぱ出すのは難しかったのかもしれないですけどね。てかもうやることなかったんじゃないかなって気しますけどね。全く新しいものにしないと変化がないというかね。さあということで今回はマルチカムでお試ししてみるという動画でございました。今回はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。